はい、どうもこんにちは、夫のヒロです。さあ、いよいよチェックインですね。もし前回の動画をご覧になってない方がいらっしゃいましたら、そちらの動画も合わせて見ていただくとお楽しみいただけると思います。ここだ、離れ離れ、猫なんか割れてるように。どうぞ開けてください。おいしい。和室だ、和室だ、すごい。おしっこするじゃないぞ。罰金取られるってよ。ちょっと開けてください、これ。屋根と駐車場が見える。景色はまあまあって感じでしたね。政宗さん、お部屋に入ってからずっとこんな感じです。他の子の匂いがするんでしょうね。何してんの、まさ。早速備え付けの茶菓子食べるマンです。作ってないでどっから行こうぜ。おいしい、それ、うん、何？旅館の中はなかなか独特でしてね、至る所に犬の絵だったり置物がありました。それでは室内ドッグランに移動です。これがあの温水プールってのはこれのことかな。また何とも言えない独特の照明ですよね。ここでもくんかくんかとやってました。走り回って遊ぶっていうよりは、いろんな子の匂いを嗅いでは移動して、嗅いでは移動してっていうのを繰り返してました。なんとこの旅館、オーナーが世界中を旅して入手したのであろうワンちゃんの置物が美術品として展示されています。書いてある。世界中旅して買ってきたって感じだね。エジプトとか書いてある。メキシコ、アトランタ。あ、パグもいるじゃん、これ。これは中国って書いてありました。確かに面白いかも。確かに。ガラスかな、これ。これかわいいね。ベネチア。フランス。独特だね。フランスなのにフレンチブルいないね。でもこれ違う？耳の立って。さあ、こっからはこの動画の大トロの部分、貸切家族風呂です。この写真結構強烈じゃないですか？おとぎの国の家族風呂、ついに完成。ペットちゃんとご一緒にどうぞ、だそうです。おー、これはこれは完成だね。畳から風呂だ。すごいね、これね。Thank you.
ビビリな政宗ですが、そんなに怖がってる感じもなさそうですね。独特な雰囲気のやつ。お、試した。このゾウさんの上路、何十年ぶりかに見ました。はい、汚い足、失礼しました。どうですか、政宗さん。いいね。マサ、初めてじゃない、マサ。どうですか、どうですか。いいですよ、ポチャッと、ポチャッと。あ、怖い、怖い。怖いのかな。初めてだもんね、また。どうですか、あったかくて気持ちいいでしょ。おいで、マーシャ、マーシャ、おいで。検証結果、犬かきはするでしたね。政宗はもともと困り顔なので、焦ってるのか楽しんでるのかちょっと判断がつかないですね。実は制限時間が45分間で、時間があっという間でした。政宗は生乾きで、僕らなんかはほぼ濡れたまんま浴衣を羽織って出てきました。疲れたね。本当大忙しでした。眠いの、かわいいね。眠そうですね。あれだけ泳いだら疲れますよね。疲れたね。よいしょ。まあ、それではお疲れですね。どうですか、お宿は。横になりなさいよ。寝ない、寝ないのか。こっち向いて寝るのね。こっち向いて寝るのね。うとうとしてきましたね。眠いけど何かが気になる、そんな感じです。はい、今回の動画はここまでです。次の動画は部屋食で懐石料理を食べる動画になります。ぜひですね、そちらの方も見ていただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。それではまた。